こんにちは。キャンピングカーで日本一周しているガタガタ5号のガッチャンです。今回は普段皆さんにお見せしない生活の裏側をご紹介します。よくね、視聴者さんからご質問いただくんですよ。例えばキャンピングカーでのお水の補給どうしてるんですかとか、それとは別に飲み水はどうしてるんですかとか、どうしても出てきてしまうゴミ問題どうしてますかなんてね、それとよく旅の動画でも出してます食事、実際の食事ってどうしてんの。よくツイッターとかでも普段でも言ってるんですけど、映えない食事ってうち言ってるんですよ。皆さん他の方々の食事って結構映えているんですけど、うちあんまり映えてないんですけど、それってよく言ってるけど本当なのなんていう風にご質問いただきます。今回はその辺を実際にそのタイミングで撮影した素材を使ってご説明します。まずはむっちゃんから簡単にご説明させていただきます。家を断捨離して中古キャンピングカーで日本一周中のガタガタ5号むっちゃんです。ちょっと今日ね、室内で車内でマスクをしているのは化粧してないからで眉毛もないんですけども、今日はどんな日かというと旅の休息日です。休息日は旅をせずにリモートワークをしたり、コインランドリーで洗濯物を回したり、1週間分の食材を買ったりします。ということで今日の動画は日本一周バンライファーの休日の1日密着をご覧ください。コインランドリーで、実は今回洗濯物が1週間分じゃなくて10日分くらいあるので、ちょっと頑張って回さないとダメですね。休みの日はいつもこんな感じでコインランドリーですね。やっぱりあれだよね、人がさ少ない時間を狙ってくるようにしてるじゃん、コロナ騒動になってから、ちょっと生活のさタイミングとしてはさあんまりあれだよね。本当はもっと早い時間にやりたいとかさいうのあるよね。今だってもう1年前もそうだね、もうすぐ寝る時間だろうね。やっちゃおう。はいよ。コインランドリーは基本1週間に1度、場合によっては10日に1回になる場合もあります。そもそも10日になるってことはないんですけどね。正直僕は旅を始めるまでコインランドリーって使ったことがありませんでした。いやー、今設備がとっても充実してますよね。店舗によっては簡単な染み抜き台があったりとか、靴が洗える靴専用の洗濯機があったりとか、一番嬉しいのは洗濯機と乾燥機が別々に普通あるんですけど、それが一緒になってる複合機っていうの、あ、洗濯乾燥機っていうのか、あれ本当嬉しいですよね。しかも機械によってはこう終了時間になると事前に登録した電話、まあ、携帯電話とかに着信で教えてくれるサービスもあるんですよね。あれってすごいですよね。おおよそ価格としては1回あたり1000円ちょっとから1500円ぐらいですね。ガソリンスタンド、はい、そしてガソリンスタンドで給油をして、まあ、給油はね1週間に3回4回ぐらいしてるんですけど、今お水をいただいております。もともと80リットルのガソリンタンクを持っているゆうちゃんなんですけど、防災面の観点から基本的には満タン状態になるように心がけています。なので3日から4日くらいに1回は燃料の補給をしています。そのタイミングでゴミを引き取っていただいておりますと一緒にホースでお水をいただいています。そんな風にして燃料の補給とライフラインの補給をしています。そう、
この補給がとっても大事なので、ガソリン価格が安い方が嬉しいんですけど、まずその辺が補給できるのかできないのかというところがとっても重要になります。イオン、はい、恒例のイオンでお水もらいに行ってきます。全国展開で有名な最大手のスーパーイオンさん、ここでは普段の買い物と合わせてイオンの美味しいお水というのを無料でいただいています。ワンっていうね、和音カードというのを持っているので、まあ、そうすると無料でいただけるサービスがあるんです。腎臓が大変なむっちゃんにはこのお水の補給がとっても重要になります。本当伊予さん助かっています。食事、今日何？これ大粒納豆。おお。これ美味しいよね。うん、そうだね。はい、いただきます。大粒贅沢だよね。大きいね、これ。こんなに大きいんだ。でかい。いただきます。うん、うん、肉厚。うん、もうデザートみたいだね。基本スーパーでもお勤め品ってコーナーあったりするじゃないですか。あそこをまずは見て、安くていいのを買っています。お勤め品っていうのは賞味期限が近くて割引をしている商品になりますね。地元特産のものも結構あって、大粒の納豆なんて本当美味しいですよ。はい、こんな感じで普段旅動画には出てこない貴重ないわゆる裏側っていうのかなっていうところをお見せいたしました。華やかに見えてそうで結構ね地味なんですよ。バンライフや日本一周しようかなって思っていらっしゃる方には参考になったかなというふうにも思っています。はい、それでは日本のどっかでお会いしましょう。さようなら。